荒戸城は、品の国皿品郡新都にあった、日本の城、山城、別名、新都城、千曲市指定史跡。この地の豪族で、村上市の一族の山田市の居城であった。村上市の本城、桂尾城の市場としての役割を果たしていた。天文22年には、武田信玄により桂尾城が落城すると、武田氏に従った。 八代政帝国の開地として、荒戸城を与えられ、八代城から移った。天正十年、武田氏が滅亡した後は、八代秀政が、上杉氏に従い海図城の副将として軍された。しかし、首相の山浦渓谷とはしっくりいかなかったようである。村上市一族の中で最初に武田方に寝返った、八代氏は信頼されず、上杉影勝は、東海山城を築いて監視していた。 天正12年4月1日、秀政は、徳川氏に通じたため上杉陰勝に攻められ、荒戸城に火を放ち、徳川の死体出奔して、旗本となる。荒戸城は、以降、廃城となった。しかし、八代氏出奔後の領地の一部は、継承の人質となっていた、真田信武の領地として与えられたとされている。より清流村上氏の当主、 村上の力夫の一族で名を馳せた山田国政と東清綱の居城。その山田国政は、東清綱と共に、天文20年4月、対立していた矢沢頼綱を援助したその兄の真田幸隆の策略によって、城代を務めていた都市城において打ち死にした。かつて、テーマパーク建設の際に、遺構は破壊され、低い石積み程度しか残存していなかったが、 現在は、千曲市上山史跡公園として整備されている。石積みを用いた孤高などやりすぎの勘もあるが、それでも、館や兵舎、矢倉など、中世の山城の雰囲気を再現しており、平成19年の大河ドラマ、風林火山平成23年の大河ドラマ、孔姫たちの戦国のロケ地として使用されている。角川日本地名大辞典2長野県。 ちくま文化財一覧ちくま HP ありがとうございます。